君は親から勉強しなさいと怒られたことはあるかい？2020年11月、大阪高等裁判所。この時行われた控訴審の初公判は異例の展開となっていた。通常刑事裁判の控訴審は、一審のように被告人による陳述の読み上げはなく、書面を提出するだけだ。そのため被告人が出廷する義務はなく、早ければ10分程度で終わってしまうもの。しかし、法廷に現れた被告人、桐生希は次のように陳述書を読み上げ、一審での供述を覆した。母は私を心底憎んでいた。私も母をずっと憎んでいた。誰も狂った母をどうにもできなかった。いずれ私か母のどちらかが死ななければ終わらなかったと現在でも確信している。犯行に至った動機を切々と語る桐生希。どんな罪を犯したのか、勘の良いメトラーの皆さんならお気づきだろう。そう、彼女は自らの母親を殺害していたんだ。それだけではない。自身の将来のために殺人を隠蔽しようとした桐生は、遺体を浴室まで運び、バラバラに切り刻んだんだ。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナテミスだ。今回ご紹介するのは、滋賀県で一緒に暮らす実の母親を殺害した桐生希という人物について。母を殺した上で切り刻むという残忍な犯行を行ったこの女性、彼女が犯行に至った背景には異常ともいえる親子関係があったんだ。それでは早速、事件が発覚した経緯から見ていこう。河川敷の塊。2018年3月13日、滋賀県南西部に位置する守山市。この日、市役所に勤める職員2人は、琵琶湖の南側を流れる安川の河川敷へ向かっていた。というのも、警察からこんな依頼があったからだ。近所に暮らす女性から、変なものがあるって通報があったんです。大量のトンビが群がっていたんで、犬か何かの死骸だと思うんですが、回収をお願いできますか？職員たちは警察から言われた通り、低いバリケードを乗り越えて坂道を下って、藪の中へと入っていった。そこには確かに黄色くて大きな物体が覗いている。数日前に降った雨のせいだろう。土に埋められていた物体の一部が露出し、異臭が鼻をつく。おい、これって、ああ、明らかに犬猫じゃないな。様々な廃棄物を回収してきた職員の目には一目瞭然だった。部分的に白骨化している物体の正体は人間の胴体。市役所職員からの通報を受け、事態は一変。警察が遺骸を引き取って検視した結果、両腕と両足、そして頭部を切断された女性の体幹部だと分かったんだ。女性の身元を特定するために現場付近の聞き込み調査が開始。そんな中、警察の目に留まったのは、現場から370メートル離れた一軒家に暮らす一人の女性だった。母は今別のところに暮らしているので、私は一人暮らしです。当時31歳だった女性、桐生希は警察の調べに対してこう答えた。しかしこの言葉に警察は違和感を抱く。というのも、前日の3月15日には母と二人暮らしだと話していたからだ。証言の矛盾に疑念を抱いた捜査本部は、彼女の母親に的を絞って捜査をスタート。近隣住民に聞き込みをしたところ、最近母親を見かけた者はいないことが判明する。また母親がよく使用していたスーパーや立ち寄り先の防犯カメラにも、1月中旬頃から母親の姿は一切映っていなかったんだ。警察は遺体に残っていた血液と桐生の口の中から採取した細胞、そして離れて暮らす父親の唾液を用いて DNA 鑑定を実施。そして5月17日、遺体の女性と桐生は親子関係であることが確認されたんだ。こうして2018年6月5日、桐生希は死体遺棄容疑で逮捕された。母親が死んでいたにもかかわらず、別の場所に暮らしていると嘘をついていた桐生。母親の死に彼女はどう関わっていたんだろうか。食い違う供述。逮捕された桐生は間もなく死体の損壊と遺棄を認めている。そして母親の死についてはこう語ったんだ。母は自殺しました。2020年2月、大津地方裁判所で始まった公判でも、桐生は殺人について無罪を主張。母親が自殺をした経緯について次のように説明した。母は突然何もかも嫌になったと言って、台所から包丁を持ち出し首に当てました。私は母が自殺をするふりをするんだと思って目をそらしていましたが、痛いという声が聞こえ、見ると母がリビングの布団の上に倒れて、首元と口から血を流していました。桐生によると、母親は以前
前からリビングの鴨居に電気コードをかけ自殺を図っていたという。桐生は自殺の原因は自分にあると周囲から責められるのが嫌で遺体を解体した上でゴミとして吐き、大きくてゴミに出せなかった胴体だけ河川敷に運んで土をかけておいたというんだ。しかしこの供述は警察が現場を検証した結果と辻褄が合わない。というのも母親に自殺の意思があったのなら遺書などが残されていそうなものだが、自宅にそれらしきものは何も残っていなかった。また自ら包丁で首を切ったとしたら部屋中に大量の血液が飛び散るはずだ。しかし実際のところ血痕はリビングに置かれたテレビボードの周辺に集中していた。この状況は他殺を強く示唆している。それだけではない、何より桐生には母親を殺害する動機があることが分かってきたんだ。その動機とは長年にわたる教育虐待。警察が亡くなった母親のスマホを調べると娘を執拗に叱責するメールが大量に見つかった。また桐生は事件の数日前にメールの下書き機能を用いていろいろと追い詰められてきたとメモを残している。母親から叱られたことによって彼女が追い詰められていたことは明らかだったんだ。そこで本日のメトラーキーワードは教育虐待について。教育虐待とは教育熱心すぎる親や教師が子供に対して過剰な期待を負わせ逆に害を及ぼしてしまう状況のこと。高学歴で社会的地位の高い両親の下で起きるケースもあれば、学歴コンプレックスを抱く親が過酷な勉強や習い事を強いる場合もある。桐生希の母親も自身の最終学歴が工業高校であることにコンプレックスを持っていたようだ。加えて母親の実母の再婚相手がアメリカ人の歯科医師であり、義父の存在を通じて医師が経済的にも社会的にも高い地位を得ていると実感していた。そのため母親は娘が生まれた時から医者にすると心に決め、独自の英才教育を施していたんだ。こうして3月に言い渡された第一審の判決は懲役15年。裁判官は警察の集めた証拠に基づき桐生が強いストレスを受けた結果母親の死亡を望んで殺害に至ったと判断した。では実の母親を殺害するほどの教育虐待とは具体的にどんなものだったんだろう。歪んだ親子関係。お母さんは誰よりのぞみちゃんの性格を分かってる。のぞみちゃんは誰かの元で働いたり人とうまくやっていったりできる性格じゃないの。だから人の上に立つような仕事に就かなくちゃいけないの。母親はそう語りかけながら娘に試験で高得点を取ることを求めていた。学力テストは100点満点中90点が最低ライン。それを下回ると長時間にわたってこのように問いただされた。どうしてこんな悪い点を取ったの？どうしてのぞみちゃんは当たり前のことができないの？どうしてと言われても小学生の桐生は泣きながら謝るしかない。平日は 2,3 時間、休日は 4,6 時間机に向かい、母親が逐一進捗状況をチェックした。時には激高した母親が包丁を持ち出すこともあった。そんな極限状態にさらされていたせいだろう。桐生には勉強が楽しかった記憶は一切ないという。小学校高学年になると駅前の進学塾に週4回通ったが、母親が望むような成績は出せなかった。桐生が小学6年生になった春には両親が別居するようになる。こうして桐生は母親と二人っきりとなり余計に追い詰められていく。高校生にもなるといよいよプレッシャーが大きくなっていった。母親は桐生に国公立大学の医学部に入るよう強要し、それ以外の進路は一切認めない。しかしはっきり言ってのぞみさんの成績で医学部は非常に厳しいです。医学部ではなく看護学科にしてはいかがでしょうか。高校の三者面談で担任教師は模試の結果を見せながらこう話した。当時の桐生の偏差値は58。十分国公立大学を狙えるレベルだが、医学部となると10ポイントほど足りていない。第一志望校の合格の可能性は D 判定だった。面談を終えて車に乗り込むと案の定母は激高した。何が看護よ、恥さらしな成績取りやがって。バカタレが、お母さんに大恥かかせやがって。ちゃんと勉強しろ。それだけではない。家では洋服ダンスにかかっていた鉄パイプを使って刑罰が与えられた。足りない偏差値は10ポイントだから10発ね。1 2。母親は娘を床に四つん這いにさせ鉄パイプで背中を殴ったんだ。涙を流すと母親が余計に怒るため、桐生は頬の裏側を噛んで耐え続けたという。桐生の体には母親の暴力によっていくつもの傷が残っていた。こうして迎えた2005年1月、国公立大学の医学部を受験するために必須のセンター試験を迎えている。しかしその結果は喜ばしいものではなかった。志望校に出願したとしてもいわゆる足切りによって
二次試験を受験することも叶わないだろう。ああ、やっぱりダメだった。でもお母さんもやっと諦めがつくはず。落胆しつつもどこかでほっとしていた桐生。しかしセンター試験の結果を見た母親はこんな予想外の発言をするんだ。仮面浪人をしなさい。仮面浪人とは大学に籍を置きながら第一志望校再受験のために受験勉強をする人のこと。母親は京都大学の看護学科に入った上で来年医学部を再受験するように命じたんだ。看護なら絶対に合格できるでしょ。母はこともなげに言うが、合格が難しいのは本人が一番よく分かっていた。そして2005年3月9日、合格者一覧の中に桐生の受験番号はなかった。結果を受けて狼狽する母親を冷めた気持ちで眺める桐生。母親は鬼の形相で娘に迫り、髪を乱暴に掴んで振り回す。娘の頭を床に叩きつけると、肩で息をしながら母親はつぶやいた。兄弟に合格したことにしましょう。どっちにしろ来年医学部に入ればいいんだから。この後桐生は浪人生活が始まって間もなく、母親に内緒で近所の製造工場に就職するための面接を受けている。しかし自宅にかかってきた合格の電話を母親が受け、勝手に断ってしまったんだ。母親にとって娘の生きる道はただ一つ、医学部に入って医者になることだけだったんだ。結局医学部を目指した桐生はこの後9年間浪人。この9年の間、桐生は何度も家出を試みている。しかしその度に母親が雇った探偵によって居場所がバレてしまう。母親は桐生が家のお金を持ち出したことを責め、警察に被害届を出したから帰ってこなければ犯罪者だと脅して彼女を連れ戻したんだ。こんな長く苦しい浪人生活を経て、彼女にもついに転機がやってくる。希望と絶望。何度目かの家出から娘を連れ戻した母親は自分に言い聞かせるようにこう話した。あんたがいない間にいろいろ考えたけど、看護学科で手を打ってあげる。その代わりただの看護師じゃなくて助産師になりなさい。看護学科を蔑むような発言をしてきた母親だが、高校生の頃の三者面談で担任教師に勧められたことがずっと頭に残っていたんだろう。また受験か。内心そう思った桐生だが、もう一度家出するような気力は残っていない。受験時刻から解放されるために母親の言葉を受け入れるしかなかった。2014年、桐生は地元の医大看護学科に首席で合格を果たす。9年にわたる浪人生活を経て大学に入学した時、彼女は27歳になっていた。ずっと自宅で母と2人きりだった生活と比べ、大学生活は何もかもが新鮮だった。桐生が充実した学生生活を送るようになると、親子の関係にも変化が起きた。母親の叱責や干渉はなくなり、母と娘にとっても穏やかな日々が続いたんだ。しかしそれも長くは続かない。母親の怒りに火がついたのは2年生の終わり頃の出来事だった。その出来事とは、助産師になるための試験の不合格。助産師になるには大学の助産師課程に進む他に、卒業後改めて助産師学校に通う道がある。選抜試験に落ちた桐生は助産師学校に進むしかなくなり、再び受験準備に追われることとなる。助産師学校は募集人員が少なく倍率も高い。そして何よりこの頃の桐生には将来の夢が生まれていた。実習で手術室を見学した経験から、手術室看護師になりたいと思っていたんだ。そんな彼女の気持ちを反映したかのように、4年生で受けた助産師学校の合格判定は D 判定。一方、付属病院の看護職採用選考では合格の通知を受け取っていた。この頃、母親が桐生に送った LINE の文章は怒りに満ちている。大嘘つき。あなたは平気で人を裏切る恐ろしい怪物です。身勝手なあんたから騙し奪われた私の大事な年月や誠意やプライドや夢や希望は何一つ修復されない。死ね。そして迎えた2018年1月19日、桐生は助産師学校の入学試験を受け、不合格となった。やっと浪人生活を抜け出したと思ったのに、またしても母親の暴言を浴び続ける地獄の日々が再来する。若い頃には耐えられたことも、30歳を超えた今となっては乗り越えられない。こうして精神的に追い詰められた桐生は、翌日の1月20日、ついに事件を起こしてしまう。その夜、母親はラインゲームをしながら桐生を叱責していた。そしてひとしきり罵った後、こう命じたんだ。
マッサージして。母親は夜になるとリビングルームに敷いた布団に横になり、娘にマッサージさせるのが習慣だった。足裏からふくらはぎ、腰、背中の順番で全身を揉んでいく。最後に首を揉む頃になると、母はいつも気持ちよさそうに寝息を立て始める。それはこの晩も同じだった。時刻はすでに午前2時を回っている。桐生は母親が無防備に眠っているのを確認すると、押し入れに隠してあった包丁を縛り付けた孫の手を取り出した。そう、桐生はこの時を待っていたんだ。手作りの武器を振り上げ、桐生は母親の首元を力いっぱい突き刺す。痛い。母が叫ぶ。やばい、一撃じゃダメだ。桐生は恐怖心に震えながら3度ほど母親を刺した。横たわっていた布団が血で染まり、母はついに動かなくなる。その様子を見守っていた桐生は午前3時42分ツイッターにこう投稿した。モンスターを倒した、これで一安心だ。一審では殺人を認めなかった桐生が、二審では一転して母の殺害を認めたのには理由がある。その理由となったのは第一審の判決文の内容だった。あなたはお母さんに敷かれたレールを歩み続けていましたが、これからは自分の人生を歩んでください。一審の裁判長は桐生の心情に寄り添った判決文をこう結んでいる。彼女にとって誰にも理解されないと思っていた苦悩が初めて理解してもらえたと感じた瞬間だった。裁判長に温かく諭された桐生は自分の罪に真摯に向き合う決意をしたんだ。その結果、2021年1月に下された二審の判決では懲役10年に減刑。桐生は女子刑務所に移送され、現在も受刑中だ。さて、母親は一体なぜ異常なほどに医学部や助産師学校にこだわり続けていたんだろう。真意は娘である桐生希美にもわからないという。結局は母も子も別の人間なのだから、当然といえば当然だ。いくら距離が近い親子同士でも、一個人としてリスペクトし合う姿勢は忘れたくないものだね。